ジャン君、ポンちゃん。ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃんが意外と小顔だったことを最近知りました。なんでか。なんかね、ポンちゃん体格がいいと思ってたんだけど、よく見ると顔ちっちゃいんですよ。一応ね、あんな中ですから。真っ黒だからどこに顔があるかわからないからかな。よいしょ。ちょっとほっぺのね、あの毛がふかふかってしてるからかも。あとは最近よくブラッシングさせてくれるから体全体が細身になってきてるのかな。毛だったの？膨らんでたのかもね。でも触った感じはジャン君よりちょっとなんかね、ふっくらしてるというか、うん、がっちりしてるというか、ジャン君の方がちょっと華奢なんだね。でも大きさはちょっと遠くから見たりすると、あ、少しやっぱポンちゃんの方が小柄なんだなとは思うんだけど、でもちょっとがっちりしてるのでね、ポンちゃん。まあよく運動もするしね、ポンちゃんはね、ジャン君はサボるもんね。はい、そんな2人でした。はい、はい、持ち上げ。はい、ちゃんくん。ちゃんくんおいで。はい。はい、じゃあ行く。はい。おいで。おいで。これやろうか。はい。